ブラーマクマリスの本部、マドゥバン・ブラーマクマリスは、インドを本拠とする国際的な新宗教団体である。正式名称は、ブラーマクマリスワールド・スピリチュアル・ユニバーシティ。国連広報局に加盟し、国連経済社会理事会に総合諮問資格、国連児童基金に諮問資格を持つ NGO でもある。ブラーマクマリスの共戦拡大図1936年に、 ブラウマク・マリスの前身となるグループ、オーム・マンディリが設立された。創立者のレクラージ・クリバラーには、もともとは宝石賞だったが、50歳代に経験した霊的体験を機に瞑想中心の生活に入り、聖典を読む読書会を催した。レクラージの会に参加すると、参加者にも、幽体離脱や原始などの霊的な体験が生じたことから、グループは、瞑想や、 自己変容を研算する自給自足コミュニティ、ブラーマクマリスへと再編成され次第に成長していった。ブラーマクマリスの初期の成員の多くは、夫と疎遠になっていた女性たちだった。過不調性の強いヒンドゥー社会の中で、ブラーマクマリスのコミュニティは、女性が家庭への義務から独立し、独身主義を選択できる点で革新的だった。また、女性が、 ドメスティックバイオレンスから逃れる駆け込み寺のような存在でもあったことから男性優位の価値観を揺るがす危険な存在として暴動や裁判などのトラブルも頻発した1952年にアーブ山に本部が設立され以来巡礼の対象とされている1971年にロンドンに初の海外センターグローバルオペレーションハウスが開設され ロンドンを国際本部として世界展開が行われるようになる。1981年時点での参加メンバーは約4万人だったが、1988年には約10万人、2007年には80万人と増加し、世界の128カ国に7000以上のセンターを設けている。早々期のブラーマ・クマリスは、厳正否定と終末論をもとにした。 千年王国的な思想を持つ団体だった。しかし、早々期の中枢メンバーが世を去り、ブラーマク・マリスが世界展開する中、瞑想によって得られる心の平穏によって、世界や個人に生じる悲惨な出来事を克服し、他の人々を手助けする愛と平和の団体へとアイデンティティを変化させている。1981年には、国際連合に公認 NG を落として認定され、 教育、災害援助、医療の分野で貢献しており、1986年には国際的な平和運動、100万分の平和の時間を行っている。ブラーマク・マリスは戒律に則っ,った清い生活と実践的な瞑想であるラージャ・ヨーガなどの霊的技術によって霊魂を自覚し、思考の霊魂渋ババとのつながりや結びつきを目指すことが目標とされており、 その哲学は自己、神、時間、輪廻、カルマ、世界や社会の振る舞いといったものの理解によって形成されている。一神教を含めた、いかなる宗教を超越した運動とされ、参加の際に回収の必要はないとされている。ブラーマクマリスのメンバーは自分たちのことを信者ではなく、生徒と考えており、メンバー同士は互いを兄弟姉妹と呼び合う。 高潔な生活を胸とする戒律があり、乳製品をッとする菜食主義をとり、アルコールやドラッグ、性行為は禁止されている。センターで寄居する子さんのメンバーは、早朝の瞑想に始まる厳格な戒律を行っているが、大部分にあたる一般メンバーは、戒律を意識しつつ、おののができる範囲で正常な生活を送ることとされている。ありがとうございます。